こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっといつもと違った形式で動画をお届けしたいなと思ってるんですが、実はですね、表立って僕はあんまり言ってなかったんですが、そうというですね、自分のブランドを持ってるんですね。普段の動画の中ではちょこちょことですね、商品を織り交ぜながらお伝えしている程度で、あまり詳しく解説をしたことがないんですが、例えばですね、こちらのストライプのバンドカラーシャツなんかはよくですね、日々の YouTube の中で出てくるかなと思います。まあ、このように実はちょこちょことですね、自分のブランドの商品を作ってはいるんですが、表立ってあまりお伝えしてなかったのはですね、実はこのブランドあまりですね、数量多く作っていませんでして、 YouTube のメンバーシップ動画というですね、有料の会員しか見れないような、そういった YouTube チャンネル僕は持ってるんですが、そちらの方だけで結構完売になってしまうことが多かったので、なかなかですね、通常の YouTube の方ではご紹介してこなかったんですが、今回ですね、今僕が着ているこちらのニットなんですけども、ちょっと多めに作りまして、まだ在庫が残っているので、皆さんにご紹介ができればなという形で、初めてですね、自分のブランドの商品をですね、 YouTube の中で解説をしてみたいなというふうに思っています。まあ、そもそもですね、このソーというブランドのコンセプトなんですけども、僕自身が着たいなと思う服をですね、コツコツと作っていくということ、ここをですね、一つの目的として誕生したブランドなんですね。まあ、そもそも僕自身は結構めんどくさがり屋で、あんまりですね、いろんな着こなしをたくさんしたいという方ではないんですね。それよりも気に入ったアイテムが数点あればいいというような、結構ミニマリスト思考に近い人間なんですね。ただ今もそうなんですけども、 YouTube チャンネルをやる上でいろんな服を買うわけなので、ついつい服が多くなってしまうんですが、普段の僕自身は結構ミニマリスト思考が強いんですね。そんな僕がなるべく少数精鋭の服だけでワードローブを構成したいなということで作ったのが、このソーというブランドなんですね。ですので僕のブランド自体、商品のバリエーションがかなり少ないんですね。で、商品を作る際にもですね、カラーバリエーションっていうものは基本的にはですね、一切作らなくて一色のみという展開になってるんですね。まあ、僕が今回作ったこちらのですね、ニットに関しても色の展開はたった一色のみですね。で、素材に関してもこちらはウールに見えるようなコットンを使っていまして、基本的には春にも使えるんだけども、これが秋にも使えて、上にジャケットですとかコートを着ていただければ冬にも使えるということで、3シーズン対応してるんですね。あんまりですね、ニットだけでたくさん持つのもめんどくさいので、僕は厚みに関しては中肉厚よりも少しだけ薄めの感じにして、なおかつ肌触りもこだわって、いろんな季節に使えるような、そんなニットを目指してこちらを作ってみたわけなんですね。で、うちの商品っていうのはいろいろと事情がありまして、国産のみにですね、限定して作ってるわけなんですね。国内の上質な素材と工場を使って良いものを届けたいという、そういった思いももちろんあるんですが、ただ単にどうやって海外で作ればいいのかわからないというところも一つあるんですが、うちのブランドはですね、全て国産で作っているわけですね。こちらのニットに関しても素材はかなりこだわっていまして、海外のメゾンブランドですね、ちょっと名前出したくても出せないんですけども、皆さんもしているようなかなり高級なブランドと同じ糸を使ってこちら作っています。コットン 100% なんですが、少し色に混じり気があって、色はダークグレーが主体になっているんですが、そこにですね、少しだけ明るめのグレーですとか色の混じりが感じられるような、すごく品のいいグレーにまとまっています。僕はですね、結構ニットの色としてダークグレーがずっと欲しいなと思っていたんですが、意外と探しても良いダークグレーのニットがなかったので、これはもう自分で作っちゃおうということで今回こちらを作りました。まあ、デザイン的にはベーシックなんですが、ちょっと肩のラインを見ていただきたいんですけど、こちらサドルスリーブといって、肩のラインと並行して走るようなラインが特徴的かなと思うんですね。で、ラグラン袖になっていますので、まあ、最近のトレンド感を取り入れたような少しゆったりめのシルエットになっています。僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですが、今 M サイズを着ていまして、少しゆとりがありますよね。身幅にゆとりがあって、腕周りもちょっとたっぷりしています。そういった点で言うと、ユニクロに比べるとトレンド感のあるようなニットになっています。まあ、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランド、そのあたりの雰囲気と、まあ、近しい雰囲気なんですが、素材の質感にこだわり、すべて国産で作るということで、かなりですね、上質なニットに仕上がってるかなと思っています。春なので明るい色のニットを作ればいいんですが、そこはですね、僕自身が好きなものを作るというブランドなので、
やはり年間を通して使いやすいような自分の大好きなダークグレーで今回ニットを作りました。まあ冬の時期から重ね着の内側に着てもいいですし、春先にはこれ1枚でも使うことができます。腕をちょっとね軽くたくし上げてこんな感じで腕時計だとかちょっとバングルを見せながらみたいな着こなしも個人的には好きです。内側には白 T なんかを着ながらちょい見せしてあげるのもすごくバランスがいいかなと思うので、まあ様々な使い方が可能かなと思います。せっかくなのでちょっと着こなしのバリエーションもお見せしたいので着替えてみたいと思います。はい、ということで実際にですね重ね着をしてみましたがいかがでしょうか。先ほどご紹介した層のですね丸首のニットの上にはこちら春らしいですねライトなコートを合わせてみました。こちらはいわゆる耐力圏コートと呼ばれるようなトレンチコートの原型となっているようなコートなんですね。これも僕のブランドで作ったものなんですが、わずか20着しか作らなかったような幻のコートになっていまして、まあ様々な商品を実は作っているんですね。まあこのようなロング丈のコートにも合いますし、短い丈のアウターにももちろん合うので、かなりですね、使い勝手のいいようなニットに仕上がってるかなと思います。まあダークグレー自体は今僕が着てるようなこちら、まあブルーとグレーが混ざったような色合いなんですが、こういった色にも合いますが、ブラックのコートにも合いますし、ネイビーのコートにも合います。それだけではなくて、春らしいベージュのコートにも合いますので、比較的お手持ちのアウターとは相性がいいんじゃないのかなと思います。そしてボトムスもですね、今はブラックを履いていまして、割と重めの色味でまとめていますが、それだけではなくて、オフホワイトのような色味も合いますし、あとはですね、オリーブ系のパンツなんかにも合うので、このダークグレーという色自体がかなりですね、様々な色との相性がいいんですね。そういった意味では着こなしがしやすい色味になってるかなと思います。まあ、このような着こなしにバッグはですね、これまたうちで作っているワンマイルトートという人気商品なんですが、スウェードタッチのですね、ラフなバッグを合わせて僕はですね、春の休日は楽しみたいなというふうに思っています。まあ、ちょこちょこなんですが、僕のオリジナルの商品もですね、いろんなアイテムに派生してきてまして、そろそろ自分のブランドだけで全身コーデができるぐらいになってきたかなと思っています。ちなみに今履いてるボトムスはブラックなんですが、ホワイトに変えるとどんな見え方になるのかですね、ちょっと着替えてみたいと思います。はい、ということでボトムスの色を変えてみました。先ほどはブラック系のパンツを履いていましたが、このようにホワイトだとかオフホワイトのパンツとこのようなダークグレーのニット、これまた相性がいいんですよね。僕はこのようなコントラストの高い着こなしも好きなので、まあ、春先にもですねちょっと上半身は重めの色でまとめて、ボトムスはホワイトとかオフホワイトで明るさを出すようなコーディネートはしてみたいなというふうに思っています。まあ、ちなみに上に着ているシャツアウターですね、こういった短丈のアウターでもダークグレーのニット合うので着こなしとしては成立するかなと思います。こちらもですねオリジナルで作っているシャンブレーのシャツアウターになってるんですね。まあ、ファティーグジャケットと呼ばれるような胸にポケットがあるようなちょっとミニタリーライクなアイテムになってるんですが、割とですね僕のブランドというのはですね数がちょっと多くないというのが最大のデメリットではあるんですが、気になる方はですねメンバーシップチャンネルで先行で発売してるので、今後はですねそちらの方もですねチェックをしていただきたいなと思います。他にもですね様々な着こなしが想定できまして、ネイビーのセットアップの内側に入れたいだとか、冬場だったらチェスターコートなんかにも合いますので、まあ、ぜひ皆さんのですねお手持ちのアイテムの中に取り入れながら着こなしをお楽しみいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではちょっといつもと違った雰囲気になりましたが、僕のオリジナルのファッションブランドソーの新作のニットについて解説をさせていただきました。まあ、なかなか良い仕上がりだったんですよね。肌触りの良さなんかは割とスウェットに近いような感じなので、ニット、まあ、いわゆるセーターですね、そちらとスウェットの着心地、この2つを合体してスウェッターという名前で販売してますので、ぜひ気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思います。まあ、そちらのページでですね価格ですとか詳細は確認していただければなというふうに思っています。まあ、僕のブランドはですね決して派手さがあるものではないんですね。ただ僕自身が今まで様々なお洋服を見てきた中で、なかなか自分が気に入る服ってそんなに多くはないんですね。ですのでないものは自分で作っちゃおうということで、自分自身の経験値だとか欲しいなと思うものをですね形にしているブランドなので、ぜひ皆さんもですねこの際に他の商品なんかもですねサイトでチェックをしていただければなと思います。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。